東京オリンピックと乙女ゲーム実況の共通点って何ですかね。特にないと思います。フルハウスキスやっていきましょう。ヒロインはぬくみずめるる、昼は美術教師、夜は家政婦の二刀流です。今回は家政婦パートだね。やるべきなのは食器の掃除、まあ、ダイニング1階ですよね。あとセイ君の方のお使いも、ジーンズの洗濯、こちらも1階か、洗濯部屋ということで移動していきましょうか。どっちも1階だけど、どっちからやろうかな。まあダイニングから行きましょうか。まあお皿はね、流しに置いといてもらいたいけどね、個人的には。ダイニングでやるんだね。このうちのダイニングってちょっとロマンチックな雰囲気でいいよね。まあ、個人的にはちょっと落ち着く感じの方がいいけどね。まあ、おしゃれな部屋と過ごしやすい部屋っていうのは別物だったりもするよね。まあその辺は個人の価値観ですかね。そうそう、私ここのお掃除を頼まれていたんだっけ。どうしようかな、掃除しちゃいましょう。よし、お掃除しちゃうか、頑張るぞ。油だらけのお皿が置いてある。どうしようかな。クイズ形式で進んでいきます。流しへ直行、新聞紙で拭く。もう水につけてくれていないんだったら、まあ、新聞紙で油吸い取っちゃう方がいいでしょう。正解。まあ、時々超難しいの来ますからね、注意してやっていきましょう。あまり洗剤を使いたくないな、えらい。何を使って洗おう。コーヒーのカス、生ゴミ。生ゴミは余計に汚くなっちゃうんじゃないの。コーヒーのカス、消去法。続きまして、さらに綺麗にするために洗剤以外の何かを使って食器を洗いたいんだけど、米の研ぎ汁、爪の赤汚まあこれ研ぎ汁でしょうね。勉強になるけど、なんかクイズ的には消去法で進んでいくね。うん、正解。湿気も残ってる。どうやって洗おうかな。熱湯で激しく、水で手早く。湿気は熱湯でダメになっちゃうっていうことじゃないのこれは。ねえ、まあ熱湯とかね、あったかいものの方が油汚れとかね、落ちやすかったりするケースもあるけど、器的に良くないんじゃない。水。ああ、よかった、正解。ちょっと難しかったね。わかんない、俺だけかもしれないけど難しいと思ってんの。皆さんは簡単かもしれない。洗い物をしたら流しが汚れちゃった。何でシンクを洗おうかな。強力たわし、柔らかスポンジ。柔らかスポンジっていうのが食器用なんじゃないの。だから強力たわしじゃない。なんか硬いスポンジとかも売ってますよね。違うのかよ。こんだけ言った後恥ずかしいよね。流し場の洗い方はどっちがいいんだろう。小刻みにハート、力いっぱい。でもこれは力いっぱいじゃないの。だってもうね、強力たわしじゃないんだもん。柔らかいスポンジでやるんだったら力いっぱいやんないと。違うんかい、小刻みなんだ。うわー、連続不正解は初めてかもしんない。よし、これで終了と。もう仕上げが最悪。いや、なんか皆さんね、家事とかしながらね、この動画見てくれてると思うんだけど、アドバイスお願いします。さ、お仕事に戻ろう。いや、自分も家事は割とする方だと思うんだけどね。今のはちょっと難しかったな、後半2問ね。そしてそんなダイニングでイベントが起こりそうだね。それやっていきましょうか。ズタズタですけどね、この心を癒しに行きましょう。まあそんなイベントが起こってくれるかわかんないけど。あれ、和也くんと朝希くんだ。立ち聞きしちゃおうかな。立ち聞きしましょう。前バチバチしてたけどね。何を話しているんだろう。そういや、お前また家から連絡あったぞ。あ、バチバチするやつじゃんこれ。ああ、しつけえな。だから電話しろって。一度お前が折れればいいだけの話だろ。うるせえな、わかってるよ。うわ、またピリついてるね。あれ、こんな声出したらまたあいつにうるさく言われちまうな。恥ずかしそうな顔してる。わかってんなら最初からやるなよ。まあこの和也くんに対しても悪いと思うけどね。朝希くん、ちょっとは反省してくれたのかな。家出したはずではっていうことも前回起こってたけどね。他のところに行こう。まあ思春期だからね、こういうことも起こりうるのかもしれないけれども。で、洗濯室が今空いているね。そのミッション先にやっちゃいましょうか。このね、画面右上の時計、11時までにはミッション全部こなしておかないといけないので、このね、洗濯部屋行きましょうか。ジーンズの洗濯ね、ちょっと難易度高そうだな。
洗濯部屋か、洗濯するためだけの部屋があるなんて、ほんと贅沢だな、豪邸です。そうそう、私お洗濯を頼まれていたんだっけ。どうしようかな、やっちゃいましょう。よし、お洗濯しちゃうか、頑張るぞ。ジーンズ以外にも洗うものがたくさんあるけど、どうやって洗えばいいのかな。まとめて洗う、分けて洗う、これ分けた方がいいんじゃないの、色が映っちゃったりね。正解、取り戻していきましょう。連続不正解からね。どうやって色落ちを防ごうかな。そんなのできんの、塩か砂糖で。皆さん知ってます、この豆知識はね、もう今回タイトルにするかもしんないね。ジーンズの色落ちを防ぐには塩なの砂糖なのみたいなね。どっちだろう。でもなんか砂糖だとベタベタになっちゃいそうじゃない、塩でもどっちもベタベタになりそうか、わかんない。お、正解。もうこれは完全に確率 50% って感じでした。どれくらい入れようかな。洗剤の倍量、洗剤と同量。いや、入れすぎは良くないんじゃないの、ほどほどに。あー、よかった。まあカピカピになっちゃいそうだもんね。色ムラをつけたくないんだけど、裏返しにして洗った方がいいのかな。裏返しにする、別にいいや。まあ洗濯物って基本的に実は裏返しにした方がいいって言われてますよね。じゃあ裏返して、まあ5分かかる手間をかけた方がいいでしょう。正解、順調。取り戻していこう。どうやって干そうかな。きちんと吊る、床に放置する。あ、急に簡単になったな。きちんと吊る、順調順調。アイロンはどうしようかな。かける、かけない。ジーンズ以外の話をしてんのかな。ジーンズにアイロンってあんまりイメージないけど、まあとりあえずアイロンかけましょうか。あ、やっぱり引っ掛けか。よし、これで終了っと。ジーンズにやっちゃダメだよね、やっぱね。さ、お仕事に戻ろう。でも今の最後のやつはさ、言葉足らずじゃない。なんか引っ掛け感というかね。まあまたね、同じクイズが出てくる可能性もあるので覚えておきましょう。さて、じゃあ移動していきまして、あとはイベントをこなしていくっていうところなんですが、まあ誰かの部屋っていうより廊下とかで鉢合う方が個人的には面白いかなと思っているので、ここの廊下、地下1階の廊下に行きましょう。まあ、自分の部屋がある階でもあるので、用事がある人かもしれない。どうでしょうね。あ、朝木くんだ。ピリついてましたけど、さっきはね。いや、何、ちょうどよかった。お前に頼みたいことがあるんだ。またカレーですか。何、風呂上がりに炭酸飲料を飲みたくってさ。悪いけど買ってきてくんね。いいよ。めんどくさいな、めんどくさいなって言ったら下がるんでしょうね。まあとりあえずあげておきますか。まあ狙ってる攻略対象でもないんですけどね。まあ嫌われると生活しづらくなっちゃいそうだし。いいよ、任せといて。まあ仕方ないなっていう気持ちはありますけどね。10時半過ぎには部屋に戻るから、その時渡してくれよ。頼んだぜ。20分後ね。それじゃあ買い物に行くか。買い物に行って時間また過ぎちゃうんじゃないの。ぬくみず先生、ジョギングですか。同期の先生、ここでも出てくるんだね。こんばんばんは。先生もジョギングやってるなんて僕知りませんでした。それにしてもずいぶん普通の格好で走ってるんですね。あの、私ジョギングしてるなんて一言も言ってないんですけど。まあ悪いやつじゃなさそうなんですけどね。違うんですか。てっきりそうだと思ったのに。ジョギングいいですよ。時々道にお金が落ちていたりするんです。まあ体育の先生だからこうやってジョギングを押してくるんでしょうけれども、そういうのはちゃんと警察に届けてください。じゃあ私急いでますから。もう先生としてもどうなのって感じだよね、今の発言もね。あ、ぬくみつ先生。まあでも慣れ慣れしく下の名前とかで呼んでこないだけまだマシかなっていう感じもするけど。田園調布なんだね、いい場所。ふう、災難だった。大抵なんかこういうゲームとかって地名濁したりするけどね。まあ2004年だからこの辺は緩いのかもしんないね。そうだ、ジュース買わなくっちゃ。ちょうど自動販売機もあるし。どれにしようかな。
さっぱり炭酸飲料ねっとりコーヒー、ちゃんと話聞いてたって感じですけどね。まあ炭酸飲料にしましょう。あとね、最近この東京オリンピックネタちょっと織り込みますけど、この自動販売機、日本ってすごいとりわけ多い国らしくって、海外の人たちとかがすごい感動したってのね、ツイッターとかでもなんか流れてきましたよ。そんな感動の自販機で、まあ、特にね、都内の、まあ、田園調布なんかそうでしょうけど、もう完全にもうパソコンのようなね自動販売機が並んでますからね、ワクワクしちゃう感じもわかりますが、さっぱり炭酸飲料買おう、これでよしたさ、早く帰ろう。お、ちょうど10時半になるんだね。届けに行きましょうか。部屋に行けばいいんだよね。朝木くんの部屋地下1階。そかそか、地下1階だから出没しやすいとかもあるのかもね。廊下でのイベントでしたが、お届け物です。朝木くん、誰もいないみたい。この部屋には今私だけ。家探しのチャンスだよ。どうしよう。家探しするしない、まあして、そのね、彼の奥底へ迫っていくっていう、家政婦としてはだいぶ失格感あるけどね、乙女ゲームとしては知っていかないといけない。しましょう。ふっふっふ、今明らかになる羽倉朝樹の秘密。どんなものを持ってるのかな。男の子の秘密とかないといいけど、ベッドの下とか定番だけど、まあ隠したこととかないけどね。逆に隠したことある人とかにも出会ったことないけど、男友達でも。お前、俺の部屋で何をこそこそしてるんだ。一触即発。いやもうね、飲み物届けに来たんですよ。黙る逆ギルズ。あ、秒数カウント、道具を使ってごまかす。香水。エイト香水歌ってみましょうか。そっちじゃなくって、そうだ、この香水を使って、そうやってなんかタイムカウントとかあるんだね。初めてのシステム、焦りましたよ。むわーん、エイトの香水、ドルチェ&ガッパーナで攻めていきましょう。ぐっせ、何のつもりだよ。色気を見せつけに来たの、どうかな。下がりましたね。色気は言い訳するにもコードがあるぜ。そんなにおい、撒き散らして色気だと、ふざけんな。俺はそういうのすげえ嫌いなんだよ。逆効果だったか。まあ、炭酸飲料で許してもらいましょう。つうか、お前さ、そんなものまで使って逃げようとするなんて、よっぽどやばいことしていたんだろうな。詰めてきますね。ここで何を教えたのか、ちゃんと説明してもらうぜ。そこに座れ。厳しい。はい。さらに下がりそうだね、これ。で、やれやれ、こっぴどく怒られちゃったよ。参った参った。気を取り直して頑張ろう。あ、で、結局渡せないの。疲労も溜まっちゃうしさ。どうすればいいの。じゃあもう一回行ったら渡せる。でもなんか好感度を上げに行くのもちょっとな。どうすればいいんだろうね。イベントも起こってない感じだし、まああとはね、このね、時計の隣のゲージっていうのも疲れを表すゲージで、この疲れを癒すっていう必要性もあるんだよな。ちょっと迷うところですが、10分単位なんでね、5分ぐらいイベントこなしてもいいかな。ちょっと屋上行ってみましょうか。なんか外のイベントが多くなっちゃってるけど、いや、さっきの引っ掛けはやられたよね。引っ掛けというかカウントダウンだね。あ、カズヤくんだ。お前か。ねえカズヤくん、なんかお話しようよ。いいぜ。それじゃあ何について話そうかな。自分の顔について、女性について。まあこれまでの彼女いたのって話とか、そういうこと。自分の顔についてかっこいいと思ってるのってことですよね。まあ前ね、他のキャラクターには聞きましたけれども、いおりくんに聞いたっけな。まあ和也くんもかっこいいと思ってるのかね、自分のこと。和也くんは自分の顔についてどう思う。顎尖ってるとか気にしてない。どう思うって、なんとも普通じゃないか。意外と謙虚なんだね。俺様感あるんだけどね。まあ実は優しいというタイプだよね。人からは意志の強そうな顔だと言われるが、
実際その通りだし、否定することもないな。まあ、顔に現れる部分ですよね、そういうのは。なるほど。なんか和也くんのことがちょっと分かった気がするよ。ありがとう。まあ謙虚な性格っていうのが分かってきたかもね。確かに。どういたしまして。あ、そろそろ仕事に戻らなきゃ。うん、あと5分間だね。ああ、じゃあな。うん、休む時間ももうないかな。自分の部屋で休んで回復させたいところですが、まあまた次回でもいいのかな、この溜まった疲れっていうのは。とりあえず、じゃあ最後イベント起こりそうなのがびっくりマークついてるね。じゃあ行こうか。噂の自称かっこいいよりくん。まあよりくんは結構攻略したいかなっていう気持ちもあるんですよね。あれ、和也くんとよりくんだ。立ち聞きしちゃおうかな。立ち聞きする。このね、ノースリーブがたまんないよね。絶対自分は着たくないけどね、地肌にこのノースリーブ。なんかちょっともう肌擦れそうじゃないっていう素材だもんね。何を話しているんだろう。まったく参ったよ。朝日はどうしてアーも突っかかってくるのかな。まあ反抗期なんでしょうね。ガキだからだろ。あんたが相手にしなければいいだけの話だ。もうアンチの相手の仕方みたいになってるよ。相手になんかしてないけど、それでも突っかかってくるんだよ。迷惑な話だ。前から聞きたかったんだけれど、そもそもどうして君は彼との同居を決めたんだろう。君と朝日は気の合う友人というわけではないだろう。あ、でもこういう新しい事実迫っていくね。頼まれたからな。親にってことかな。頼まれた？誰に？ちゃんと聞いてくれる、プレイヤー目線。それは言えない。羽倉のプライバシーに関わる問題だ。ああ、偉いね、こういうところ守るの。なるほどね、すまない。僕としたことが首を突っ込みすぎたようだ。うん、まあ、よりくんも大人ですよね。忘れてくれ。ああ。真剣な話をしているみたい。他のところに行こう。まあ、そんな朝木くんに怒られてしまいましたけどね、さっき。あらら、もうこんな時間。そろそろお仕事やめないとな。お部屋に戻ろっと。うん、まあどう評価されるでしょう。不正解も今回多かったからね。はあ、疲れた。誰だろう、もうわかるでしょう。どうぞ、まずは和也くんからだよね、順番に。俺だ。今日の仕事ぶりについて話をしに来た。まず最初に頼んだことについてだが、俺はリビングの掃除を頼んだんだったな。うん、上がりました。さっき確認してきたが、いい出来だった。全問正解だったはず。さすがは家事が得意と自負するだけはある。感心したぜ。よかった、すごく褒められた。こっちの好感度も上がっちゃったよ、そんなに褒められて。俺の話は以上だ。それじゃあな。まあ、前半は順調なはずなんですよ。ふう。そして伊織くんだよね。あれ、また知らばっくれてますけど。どうぞ。僕だよ。今日やってくれた仕事について話をしに来たんだ。男の前では俺って言うくせに、女の前では僕っていうタイプね。まずは最初頼んだことについてだけれど、僕は2階洗面所の掃除をお願いしたんだっけね。さっき確認してきたけれど、結構綺麗になっていたよ。大変だとは思うけど、これからもこの調子でよろしくね。結構いい感じ。こちらも全問正解だったはず。まあ、簡単だったもんね、割とね。僕の話はこんなところかな。それじゃあおやすみ、メルルちゃん。はい、おやすみなさい。まあ、この辺の距離感が近いところは女慣れしてる感じだよね。さあ、ここからが問題です。ふう。次が朝木くんだっけ。またもう。どうぞ。まあ毎回ね、分かってるけど3人目になっちゃうからね。まあ向こうからしたら1人目なんですけどね、報告しに行くの。いや、今日の仕事について話をしに来たぜ。まあお互いにね、不機嫌な感じで接していく状況ですけれども、まず最初に頼んだことについてだが、俺はダイニングの掃除を頼んだんだよな。
さっき確認してきたけど結構綺麗になってたと思うぜ。ありがとな。うん、いい感じ。まあちょっとミスっちゃったけどね。炭酸飲料を買ってきてほしいって頼んだ件だけどよ。行ったよそっちの部屋。下がっちゃうんかい。結局買ってきてくれたのかよ。いくら待っても部屋に来ないし。だく、仕方すんなっつーの。仕方してないんですけどね。部屋に行きましたけど。ごめん、すっかり忘れてた。なんならね、家探しして怒られましたけど、一悶着あったよね。それも忘れちゃった。俺の話はこんなもんだ。それじゃな。30分遅れで今渡しちゃダメ。厳しいね。もう朝木くんルートはなくなった感じがしますね、これで。ふぅ。そして最後、もうまた、かわいそうに。たまたま4人目なだけなんですけどね。はいはい、どうぞ。僕だよ。今日の仕事について話をしに来たんだ。まずは最初頼んだことについてだけど、僕はジーンズの洗濯を頼んだんだっけね。最後言葉足らずでしたよ。さっき確認してきたけど結構綺麗になったと思うよ。アイロンかけちゃったけどね。違うかなとは思ったんですけどね。他のも一緒にやるって言ってたからさ。この調子で今後も頑張ってね。結構いい感じ。まあ最大級の褒め言葉まではいかなかったね。一問不正解だったから。僕の話はこれくらいかな。それじゃおやすみ、温水さん。はい、おやすみなさい。まあでも褒められましたし、気持ちよく眠れそうかな。ふう、これで今日のお仕事は終了だねと。まあ区切りついたところで今回はここまでにしておきましょう。高評価ボタンも押してもらえると嬉しいです。引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況をやらせていただきます。今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。